福島市の今日の最高気温、平年より3度ほど高い21度気温でした。明日の予想最低気温、平年より2度ほど高い12度、予想最高気温、平年より2度ほど高い21度でした。続いて海上予報です。三陸沖からお伝えします。三陸沖東部、海上風警報が出ています。今日から明日にかけて、風は南西の風10メートルのうち、南西または西の風15メートル。天気は晴れ時々曇り、見通しは10キロ、波は3メートルのうち4メートルの見込みです。三陸沖西部、海上強風警報が出ています。今日から明日にかけて、風は南西の風13メートルのうち、南西または西の風18メートル。これでいいか。すみません、お待たせしました。ですね、こうがいいかな。こうか。これでよし。で、これは何かっていうと、ちょっと音来てない？マイク感度上げてるけどな。あ、小さい。ちょっと店の中なんであんまり大声で喋らないですけどね。これはハマラン焼きっていう、ハマラン焼きっていう名前のお好み焼きみたいなやつかな、これ。うん、コメントチャン表示消して、あ、なんか踊ってるの分かるな。違うマイク、いや、これ iPhone なんで、うん、ハマラン、あ、ちなみに、これでいいかな。明日の予想気温を詳しくお伝えします。明日の予想最低気温、青森市12度、分かるかな。うん、あ、それ後でやります。岩手県盛岡市11度、宮古11度、大船渡下島、なんでだろう。秋田県秋田市13度、見えましたか、見えましたか。山形県山形市12度、米沢11度。で、これはハマラン焼きにうどんと小鉢とかがついたセットです。聞こえん、声が小さいのか。うーん、ちょっとこれどうしようもないな。感度が、これマイクどこにあるんだ。マイクはこっちかな。あ、聞こえますか。ん、船が、そうですね、あ、そう、写真撮らなきゃ、写真が。やっと、ん、だいぶ厳しいですね、こりゃ。よっ。よいしょ。よっと。NHK 今日のニュースです。写真撮って、そうですよね、食べます。じゃあ、いただきます。しかし、これ、片手でこの持ってる状態じゃ厳しいな。カメラ切り替えて。その後、不法監視処分を受けた男子大学生に対し、神奈川県警察本部と横浜地方警察庁は、今日、誤認逮捕を認めて謝罪しました。あ、結構今ちょうどさっき出払ったところです。私一人になりました。今日午後、大学生や両親などに対して、およそ30分間にわたって、これまでの経緯を説明し、謝罪しました。謝罪を終えた、でかいか入ってる。今手に持って放送してます。なんか持ってくればよかった。遠くらしい。一応この海産物が入ったお好み焼きなんですよ。うん、あったかい。iPhone だけでできますけど、結構やりづらいです。横浜地方警察庁も、うん、無論で、で、このセットで1000円ちょっきり。これなんか青のりが入ったお好み焼きの生地らしいんですよ。おかみさんは、多分今宿で対応してくれてる人、おかみさんじゃない。やっと、うまい。事件に無関係だった大学
大学生が供述を厳選させたり、うん、するとむちゃくちゃ食べにくい。名前の由来などを具体的に説明していたりしたことについて、神奈川県警察本部は不適切な取り調べがあったかどうかを含めて現在調査中であり、もっとお好み焼きの青のり風味っていうのかな。兵庫県尼崎市の死体遺棄事件で起訴された女の周辺で8人が行方不明になったり、立てかけると難しいな。位置がこのうち7年前オーバーハングの状態で壁につけなきゃいけないんで難しい。行方不明になる直前、親族に食事を与えられず、これでどうですか。もう声全然聞こえないと思うけど。行方不明になっている人のうち7年前住田被告と同居していた54歳の男性が親族に住田被告から逃げたいと訴えていたことが親族への取材で分かりました。竹が並んでる棚の上に置いてられず、このままでは殺されてしまう、逃げるから30万円貸してほしいと話したため親族は20万円を渡しましたが、その直後行方が分からなくなったということです。住田被告に近い関係者はこの男性について殺害された後遺体は聞こえます。よかった。尼崎市内から岡山県まで車で運ばれ、これがプレーンのハマラン焼きだと500円なんですよ。おかわりしようかな。私お酒飲めないです。近いうちに国民に信を問うという野田総理大臣の心境に変化はないと述べた上で、今月29日に召集する方針の臨時国会の審議に協力するよう、自民党の名称などへの働きかけを続ける考えを示した。この中で安住幹事長代行は、解散といって何月何日何時何分に解散するようなんて子供じゃないのだから、そんなことばかり言っていたら政党政治と、あ、すいません。はい。ピザ風味を追加できますか。はい、できます。お願いします。はい。半ズボンです。これが1000円だけなんで。もう少し小さい。その上で今卵は丸々1個ほとんどゆで卵の状態に入ってた。顔出し、いや、あそこは別です。そうなんですね。今月29日に召集する方針の臨時国会の審議に協力するよう、自民公明両党への働きかけを続ける考えを示しました。一方、自民党の福田幹事長代行は大津市で講演し、昨日の担当の党の実物会がいる衆議院の開催時期を明示しなかったことについて、小屋坊や民主党の越井幹事長が、船みたいに入ってるのはこれ浜ライン焼きっていうやつ、お好み焼きです。マスコットはホヤボーヤ。なんか妙にリアルなところがある。そう。ホルモンバーグっていうのがあるんですけど、私は内臓系が若干苦手なんで。約束を果たしてもらえば、そう、ほやほや、これ違います。これ私飲めないです。そうかもしれない。そう、花が破損してるのはあれ多分やっぱり被災したんじゃないですか、ね、本当にあのキャラクターの、銅像じゃないや、
フィギュアみたいなやつも、うん、今は私一人だけです。さっきまでいっぱいだったんですけど、ちょうどみんな出ていって、エビリー、あ、どこだ、こっちか、うん、ラブ配信やると配信やるつもりです。今、水濠でお好み焼き頼みました。接種率が高い自治体は5000円ほどかかる自己負担を補助し、無料にしていたり、はがきや電話で個別に接種を進めたりする。じゃあ、どうなんだろう。こうか。ピザですよね。ピザです。カンフーですか。まあ、そうかも。お好み焼きと映画祭を伝えていますが、映画祭の事務局では中国側と交わした同意書の中に、映画祭側が上映を主張すれば上映できるという一文があるとして、この横丁結構あのいい雰囲気ですよ。今年で25回目を迎えた東京国際映画祭では、世界各国からおよそ300本の映画が出品され、今日東京六本木でオープニングイベントが開かれました。会場には俳優の役所広司さん、コメントだけ見られます。明日の一番席はちょっと自走で行こうかと思ってます。今自走で行って11時ぐらいに着ければいいかなと、うん、あ、そう、屋台村どうしてする。私が飲んでたさっきの水です。
ちょっとすみません、今コメント見えないんですけどね。見ましたかね。あ、まだ確かにあの中洲のあたりに行けるかもしれない。うん、うん、屋台、屋台村、あの、ここは復興屋台村っていう名前がついてます。うん、作ってます。吉田タグ、うん、いや、全く飲んでないです。お好み焼きみたいなやつ、ここで食べたのは。飲んでよくないと思います。上に乗ってるのがお好み焼きで、下側のキャベツが敷いてあるやつ。うん、え、三国志ファン、まあ、うん、え、気仙沼ですよ。うん、浜ライン焼き、浜ライン焼き、クリスマス大阪の広島、大阪風じゃないかな、これは。どちらかというと、あ、入ってるのは、去年震災の影響で実施が見送られたおよそ190年の歴史を持つ気仙沼市の大名行列が今日から始まった。東日本大震災で犠牲になった人の公園に祈りを込めておよそ100人が出てきました。気仙沼市元吉町の山の大名行列は市の無形民族文化財に指定されていて、さっきのお好み焼き風とは全く違いますね。これは浜ライン焼きのピザ風味。山田大名行列は3年に一度奉納され、去年行われる予定でしたが震災の影響で見送られ、今年は震災で犠牲になった人の鎮魂と復興への願いを込めて行われました。あった。行列にはおよそ100人が参加し、こうか、これがお好み焼き、すごいな。やっとこれがハマライン焼きのピザ風味。これ確かに違う食い物ですね。で、これで食べるらしい。ん？グラタンだけど、あのお好み焼きです。
チーズがすごく立ってる。チーズの味がすごい。中身はお好み焼き風なんですけどね、あのイカとかエビとかがの味が表に出てくる。表に出てくるとか、なんか孤独のグルメっぽいな、うん、あのチーズがものすごいたくさん入ってる。あ、音がなんかうまく入らないらしいんですいません。あ、トマトが入ってる。これが薄い。それは何月からなんだっけ。来月からか。さっきあのケチャップのところが入ってなかったけど、今度はケチャップが入って本当に気が付いて、酒が飲んでない、番組のモデルはモデル。でも確かに言ってるところが本当によく似てるんですよね。今回は私が後追いで行ってるコースになるのかな。いや違うか、これは宇宙の日の下さん来たんですかね。店長のでもワインとか確かに合いそうですね、あのこのチーズが。あ、そうだ、残り時間はあと7分か、うん、ご当地ものは食べたくなる。宮城県東部西の風の強い曇りで夕方に雨でしょう。こんな店に、ああ、あれって日野さんが決めてるんですかね。仙台市の今日の最高気温平年より1度ほど高い20度以上でした。明日朝の予想最低気温平年より2度ほど高い12度、予想最高気温平年より3度ほど高い21度の予想です。県内全域のところ予想最低気温石巻13度、古川9度、白石10度、最高気温の予想石巻白石は20度、古川19度となっています。佐賀瀬がお伝えしました。やっぱりこれがいい。お好み焼き、この焼き。決めにくい。やっぱりフォークスプーンで難しい。野球のこと全然知らない。
全然なんか食べ方違いますね、これ。あの、プレーな方とは食べ方が違いますね。あの、なんか違う食べ物みたい。ああ、美味しかった。あばら焼きなんだけど、ね、ちょっとイタリアンにしてる。あの、チーズがたっぷり入ってる。やっぱりチーズがいっぱいじゃないと美味しくないですよね。うん、それで随分味が変わりますね。なんかそれ送ってるんですか？あ、これあの、こういう映像を今全国に見せていて、多分50人ぐらい見てると思うんですけど、ちょっと今これ、ちょっと待って、これひっくり返さないと顔が映る。こんな感じで。で、食べるところを、あの、こっからのカメラで。で、見てる人が、あの、こんな箱回って始めた。あの、大阪から見てますとか、今見てる人も、コメントがこっちに来るんですよ。パッとかじゃなくて、直に、ね、あ、そうなんですか。私はもうちょっとの太いからだけども、でも結構こういうので、あの、放送とかしながらこっち来てる人いると思いますよ。旅行しながら、あの、昼間は自転車で走りながらこういうの見てて、夜に食べるときにはこんな感じ。おかみさんなんて言ってますよ。そんな、じゃあちょっと手だけ行っちゃおうかな。頑張れ。あ、関根は来てるね。香港から見てますだって。世界にも行ってる。本当かもしれないですね。日本語が分かる人だったら。俺も食わず。イスラエルのこと言う人もいますけどね。全国であの見てる人たちの。本当にあちこちで見てる人いるんですよ。気仙沼の夜は怪しいの。なるほどね、福岡から見て、福岡から見てました。ああ、私も福岡出身なんですけど。ああ、そうなんですか。働いてるのは東京です。有名人がたくさん来ていますね。あ、あれですね。ああ、あれ映ったのね。あ、じゃあ私はどこで撮ったんでしょうね。今は手だけ撮ったんです。あ、いいですよ。あ、電子に撮らない。いや、もう恥ずかしい。まずか、あ、それ映るわけね。これで、こっちが映ってる映像なんですよ。これ、こう表に向けると映ってしまうんで。こんな見えますかね。こう。あ、もう こっちの、ね、こっちでこう映して、それにこうなるっていう、ね。あ、そうですね。なるほどね。本当これ1個でできるんですけどね。あ、じゃああと30秒か。さっき食べ始めてから、これ30分で番組切れるんですよ。で、今残り30秒。あ、いいですか。じゃあ。ちょっと待ってね、切れるって。あ初めてだね、こういうのね。あ、そうですか。じゃあ、ね、こんな風に。あ、じゃあ、あと 10秒、ありがとうございました。じゃあ、お疲れ様でした。